ですかこれ皆さん。どうも龍神お兄さん料理です。私が今回作らせていただくのは大根の炊き込みご飯でございます。皆さん大根どうやって食べてたのか、煮物が多いんじゃないですか皆さんね。今回はですね炊き込んじゃいます。大根って炊き込むとマジうまいんですよ。切って炊飯器に入れるだけ、それでできる最高に美味しい。大根がホクホクでご飯とまた合うんですよ。炊き込みご飯を作っていきます。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきます。米2合分、かつお節ですね。もうかつお節最近かつお節使いまくりなんですけども、かつお節、あとね大根大体 300g、 もうそれだけ。調味料は概要欄に書いてあります。大根の炊き込みご飯を作る上で大事なのはもう酒です。酒飲みます。理由を考えるのもちょっとネタ切れになってきたので、ちょっと皆さんが考えてください。なぜ僕が酒を飲んでるのか皆さんで考えてください。よろしくお願いします。じゃあやっていきたいと思います。いつも大根皮むかないって言ってるんですけども、炊き込みにする場合はねこれ当たるんで、こう剥きます。こうやってこう剥きます。ちょっとね、皮に近い方がね、結構ね、硬いんですよね。ちょっとね、ちょっと厚めに剥いていくといいですね。大根なんですけども、これと同じぐらいの幅に切っていく。で、こう、いちょう切りにしていきます。これね、はっ、はっ、まあ、これぐらい、もしくはもうちょっと厚いぐらいがいいのかな。じゃあ次はですね、お米です。はい、まあもう炊飯器に入れてください。はい、お米入れたじゃないですか。次、かつお節。最近イケモンシステムしか使ってないけど。はい、でこれはですねレンチンします。600W50秒。これレンチンすることによって水分がですね飛んで、これを揉むことによってかつお節の粉になるんですね。粉の方がですねこう舌に当たらないんですよね。なんで上品な炊き込みご飯になる。はい、これですね。で、まあこんな感じで、ね、ちょっと熱いんですけども今ねパリパリになってるんですよ。粒子がねどん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 細かくなってくんです。はい、じゃあこれが用意できたら次はねご飯洗ってきます。でご飯洗ってきます。僕ね一回流して一回ゆすぎます。はい、そうするとねこう最初にもう真っ白の溶き汁が出るんでこれは捨てます。で捨てたらもう一回研ぐ。研ぐのね2回でいいです。今のねご飯は精米精度がすごく高いんでそこまでね気合で研がなくても美味しいです。でなんかね研ぐとね米の栄養が抜けるとかいう方いますけど、今別に米からそんなに栄養取らなくても他で栄養取ればいいんで。はい、もうこんぐらいでいい。でね、炊き込みご飯の場合は浸水も別にいいです。このまま炊き込んで十分美味しいので。そうしましたらですね、ここに白だし。やっぱりね、液体だとね、鰹節と香らないんです。だから白だしプラス鰹節でやるんですね。これを 50cc、 だから大さじ3と小さじ1ですね。これも味付けですね、白だしは。で、ここに2の、ところまで入れます。はい、これぐらいですね。で、これ入れたら鰹節ですね、まあ、粉にした鰹です。粉鰹、はい、入れます。ベーコンです。ベーコンはこのままもうボロボロっと入れちゃってください。ほら、これ生のまんま入れちゃう。下茹でとかしたらさ、だるいでしょ。はい、これお塩、マナブをね、だいたい小さじ4分の1ぐらいで、これで炊き上げる。ここに入れて炊飯押すだけでございます。じゃあ炊き上がりまで大体50分ぐらいかかりますんで、50分後にお会いしましょう。ちなみにこの大根の皮はねきんぴらにすると美味しいんで、きんぴらにしてください。じゃあ50分後にタイムアップ。はい、それでは炊き上がりましたので、炊き上がっていきたいと思います。オープン。どうですかこれ皆さん。でこれをね混ぜていくんですよ、こうやってね。そうすると大根がねどんだけほろっといってるかわかると思う。ほら、こうやって崩れちゃうんですよ。こうやってそれぐらいほろっと煮えてるんですよ。混ぜてると自然にねご飯と一体化してくるんで、ちょっと混ぜてください。
これなんですよ。じゃあ茶碗に持っていきたいと思います。これ最高にうまいんですよ。これこのホロット大根がね、めちゃめちゃうまいの。僕は七味ね、もうパラパラっとここに。あーいいですね、かわいい。まあ、これね、十分味付いてるんですけども、ちょっと醤油垂らすと最高にいいんで、はい、最高に美味しい大根炊き物が完成です。それではいただきたいと思います。いただきます。くわー、じゃあ開きたいと思います。うおー、うわ、たまんね。大根ほろほろ、噛むとじゅわっとこの出汁の香りが染みてきます。いやいやいや、これやばいわ。これ絶対流行ってほしい。皆さん高評価お願いします。絶対食べた方がいい。めちゃくちゃうまい。これ大根がですね、おでんの大根のようなほろほろ感になってるんです。あの炊飯時間でですよ、味もすごく染みてて、鰹節の香りとこの大根の香りがね、ご飯に移ってめちゃくちゃ美味しい。薄味なんで、このまま食べる方はお醤油を少し垂らしていただくといいと思うんですけども、なんかおかずと食べる方は醤油いらないかもしれないですね。うまっ。たっくん、やばい。いただきます。いただきます。うわ、うまっ。大根やばいね。大根ホロホロじゃん。うん、これすごいね。めっちゃうまいでしょ。うん、うまいんだよこれ。発明だねこれ。じゅわっとこうね、染みてる感じがすごい。うん、これとおしんこでいいわ。これすごいわ。これめっちゃうまい。やばいねこれ。ゆずこしょう、やばい、これやばい。ゆずこしょう買っといた方がいいわ。絶対買っといた方がいいこれ。これうまいね。うますぎる。俺大好きこれ。本当に美味しいわ。これ本当いいわ。ゆずこしょう。美味しい。美味しいです。はい、今回の大根炊き込みご飯いかがでしたでしょうか。本当にガチでうまいです。はい、これから大根がですね、甘くなってめちゃくちゃ美味しくなるんですよ。なのでぜひこの大根炊き込みご飯、この動画見た方絶対やってほしい。なのでよろしくお願いします。OK です。はい、なんかね、前コンビニのおでんのを使って炊き込みご飯ってしたんだけど、まあそれはでもなかなかあのコンビニでおでんがあの売ってないと、あのできないんだけど、これはねいつでもできる。しかも材料もめっちゃシンプル。塩と白だしと鰹節だけだから。すごいよこれ。本当ちょっと発明だな。本当にこれはね、これは褒めてもらいたい。褒めてもらいたい。褒めてもらいたいから高評価お願いします。